ミスユニバースの韓国代表を決める大会にファイナリストとして80歳の女性が出場して話題を呼んでいます。今最後のリハーサルが行われています。ミスユニバースコリア、年齢制限が廃止されて初めての開催となります。昨日夜開催されたミスユニバースコリアの本戦、予選を通過した32人のファイナリストの中に3人の孫を持つ80歳のチェ・スンファさんがいました。50代まで介護の仕事をしていたチェさんがモデルの仕事を始めたのは70歳を超えてからでした。気分은뭐말할거없어요만구름위를걷는기분이야내가어찌이런무대에올수있나이아름다운젊은여성들하고만나서미를겨루는거잖아요그리고또그들하고얘기하면재밌어요그들하고얘기하고웃고이런시간이너무행복해요28歳までとなっていた年齢制限が今年から廃止になり、身長や体重、結婚の有無の制限もなくなりました。チェさんの本戦出場は韓国国内だけでなくアメリカメディアでも取り上げられるなど話題となりました。나이제한을없앤것은모든여성에게아름다움을얼마든지보일수있는기회를준다고생각하고요그러면우리시니어사회가활기가넘치고삶이좀생동있고그다음에그렇게살면건강해져요마음이즐겁고기쁘고건강해져요12번최순화축하드립니다本戦の結果、チェさんはベストドレッサー賞を受賞。韓国代表としての世界大会への出場は叶いませんでしたが、80歳が見せた美に会場ではひときわ大きな拍手が送られていました。